ゴールディホーンはアメリカ合衆国の女優、ダンサー。主演作にはコメディ映画が多いがシリアスな映画にも出演している。ゴールディホーンはシントン DC 出身。父親はイングランド系でミュージシャン。母親はハンガリー系ユダヤ人でジュエリーショップやダンススクールを経営していた。3歳よりバレエやタップダンスのレッスンを受ける。 1963年、モンゴメリーブレア高校を卒業。1964年にアメリカン大学を中退し、ダンスを教えるようになる。同年、プロのダンサーとしてミュージカルに出演し、ニューヨークで活動し始めた。1968年により、リック・マーティンが主演するテレビのスケッチコメディ番組、ローワンマーティンズ・ラフィンに出演し、その名を知られるようになる。 1969年の映画サボテンの花ではアカデミー助演女優賞及びゴールデングローブ賞、助演女優賞を受賞。その後、2000年代前半までコメディ映画を中心に出演した。2011年6月22日、テレビドラマセックスザシティのクリエイターであるダーレンスターの新作ドラマシリーズに主演することが決まる。2002年の バンガーシスターズ以来10年ぶりの実写出演作となる予定だったが、2012年3月には交番が報じられた。2017年、クレイジーバカンスついてない女たちの南国旅行で15年ぶりに実写作品への復活を果たす。最初の夫は、ダンサーのガス・トリコニス。1976年には、歌手のビル・ハドソンと再婚し、オリバーとケイトの2人の子供を設ける。 1983年、スイングシフトで共演した俳優のカートラッセルと交際を開始し、1986年に息子はイアットが生まれている。2011年、娘のケイト・ハドソンは母親が若い頃よりもどんどん綺麗になっているとコメントした。手がつけられないくらい美しいの。私は確かに妊娠しているけど、ママは私よりも痩せているし、私よりも綺麗。 なんでと、当時65歳だった母親の美貌を絶賛している。ありがとうございます。